今回は創成川イーストのおすすめカフェ特集、最初のお店はこちら。ポロコ統括編集長の福崎さとみです。札幌カフェマップ、最初のお店は喫茶小鳥です。2022年11月にオープン。喫茶店好きのオーナーが全国の喫茶店を回って作り上げた落ち着きのある店内です。おすすめはふわとろのオムレツを乗せた小鳥オムライスと夢のプリンです。夢のプリン、え、すっごいでっかいとか大きいプリンとかですかね。夢のプリン、なんかちょっと聞くだけで心が弾むようなネーミングですね。あ、ここですか。これですね、ここですね。あら、かわいい、喫茶小鳥って書いてあります。なんかもう店構えからちょっとレトロな雰囲気があって、この看板かわいいですね。あ、これだこれだ、夢のプリン。どんなプリンなんでしょう。楽しみですよ、夢のプリン。創成川通りを背に南二条東一丁目を進み、一つ目の信号を右に曲がり少し進むと見えてきます。こんにちは。あ、かわいい。あ、早速鳥がいましたよ。木でできてる鳥。あ、そして上には鳥の巣ですね。これは店内も白と茶で統一されていて、なんかアンティークの家具でレトロな雰囲気ありますね。あ、いたいた、ここにも白鳥がいました。椅子にも、もう至る所に、あ、ここにも鳥がたくさんいます。鏡にもいた。美味しい料理はデザートとともに、デザインやアートを身近に感じていただける空間作りを目指しました。オーナーの趣味のものやオリジナルのデザインなど販売しているので、そちらもこだわっておりますね。おすすめはふわとろのオムレツが乗った小鳥オムライス来ました、小鳥オムライス。もう見た目がお子様ランチのオムライスみたいで、とってもワクワクする感じですね。卵が乗って下に結構しっかりめのケチャップライス、色がねしっかりついてます。ではいただきますか。あ、これケチャップライスと卵の間にチーズですね。ちょっととろっといきますよ。いただきます。おいしい。ふわふわだ、ふわとろシュワみたいな感じなんですけど、結構シンプルなオムライスなのかなと思ってたんですよ。ちょっと違って、大人のオムライスです。見た目よりもシンプルなケチャップではなくて、結構ハーブとか使ってこだわった大人の味がしますね。美味しい。このしっかりケチャップ味ついてるのがまたトマト好きにはたまらない。もう好きなものがいっぱいあるな今日美味しいです。食後のデザートは夢のプリン。オープン前にオーナーが夢にできたプリンを再現させていただいたんですけど、こちらがネーミングの由来になっております。スプーンに入れた時は割と固めなんですけど、口に入れた時には滑らかな食感になっております。お、ムチッとしてる。あ、でも後から柔らかいかも。スッと入る感じ。いただきます。なんか食感はバターみたい。滑らか本当に滑らか。わ、驚きですね。今までに本当これない、食べたことない滑らかさ。新しいぞこれは。私もプリン大好きですけど、これはね、あの新ジャンルなんかバター系みたいな括りになる、それぐらいのもう滑らかさ。レトロな雰囲気の中で美味しい食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。続いてはこちら。
続いてはカフェデスパイスです。カレーは極力油を使わないヘルシーなカレーになっています。おすすめは一番人気の和牛すじカレーと特製の唐揚げスパカラも一緒に食べてみてください。ヘルシーカレー、なるほど。結構私自分でカレー作るんですけど、油をね結構使ってるなっていうのわかるんですよね。だから極力使わないっていうのは嬉しいですね。へえ、そうかそうか。あ、これですね。これだこれだ。和牛すじカレーですよ。和牛すじをにっくり煮込んだ一番人気の欧風ビーフカレー。やっぱビーフって言えばね、欧風がいいんじゃないでしょうか。創成川通りを背に南二条東一丁目の通りを進んでいくと見えてきます。こんにちは。あ、すごい、もう入ってきた瞬間にカレーのいい香りがしますよ。カウンターのお席があって木目調のテーブルで、なんか一人でもすごく過ごしやすそうですね。メニューも結構豊富ですね。ルーカレーだけじゃなくてスープカレーもあったり、夜遅くまでやってるそうなので、まあ、仕事帰りとかね、カレー食べてちょっとお酒も飲んだりするのもいいかもしれないですね。おすすめは一番人気の和牛すじカレーに特製の唐揚げをトッピング。一番人気の和牛すじカレーにこのお店の特製唐揚げスパカラがトッピングされています。この組み合わせがねすごく人気なんですって。うわー、本当になんか見るからに濃厚なルーですね。欧風ビーフカレーということで水分がほとんどないような感じでねっとりしてます。最初に口に入れた瞬間と後から広がる感じ全然違います。最初に口に入れると甘みが広がるんですよね。これ牛すじの油の甘みなんですかね、まあ、野菜もあると思うんですけど甘さが広がっていくんですけど、後から胡椒とか結構パンチの効いたスパイスの辛さ、うわ美味しいですね。これは食材から出る油と水分の旨味を最大限使用し、トロトロになるまで牛すじを煮込んだ至極のカレー。濃厚なのに飽きのこない絶妙なスパイスで仕上げています。トッピングの唐揚げ、そのお味は？この唐揚げ結構しっかり味が付け合わされていて、でハーブのね香りがしますね。やっぱりスパイス唐揚げというだけあって、なんかこれだけ食べても美味しいぐらいしっかり味の美味しい唐揚げになっていて、もうね女性も大満足、男性はもうもちろんですけどねってぐらいボリュームもあるし美味しいな。寒い時に食べたいなこれね、がっつりと。隠れ家的空間でこだわりのカレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。続いてはこちら。続いてはフリーキーワードローブコーヒーです。おしゃれで居心地のいい一軒家カフェです。おすすめは黒ごまのテリーヌと黒ごまクリームラテです。ファクトリーの近くのお店、私とっても気になってました。 SNS でも見ましたし、そうおしゃれな感じだったんだよな。あ、ここですね。ほら、なんかちょっと海外の雰囲気ありながらおしゃれ。フリーキーワードローブコーヒー、黒ごまクリームラテって書いてますよ。フリーキーワードローブコーヒーは国道12号線沿い札幌ファクトリーの先にあります。こんにちは。あ、すごくシンプルでスタイリッシュ、やっぱ異国感ありますよね。あ、この辺りもなんか韓国風というか韓国カフェのような感じがありますね。このシロップも飾ってあるだけで可愛いで2階にも席あるそうなんですけど、あ、ちょっとこれはすごくおしゃれ。バス的壁一面にアートが施されてますよ。こっちまでずっとこの階段続いてるんですね。
そしてこの階段を上がると2階の席はまた全然違う感じですね。ドライフラワーがあってなんか木のぬくもりも感じて、間接照明もおしゃれですごく落ち着く雰囲気になってますね。フリーキーワードローブコーヒー、今の推しは黒ごまを使ったスイーツ。黒ごまクリームラテと黒ごまのテリーヌ、黒ごま尽くしですよ。このトレイもね、なんとなく韓国らしさというか韓国っぽいなという感じがしますよね。これ黒ごまと生クリームが混ざってるものらしいんですが、これ下とぐるぐるかき混ぜていただくそうです。いざ。あ、結構もったりしてるクリームが。いただきます。うん、あ、下は本当にあっさりしたあのラテ、カフェラテなんですけど、上のクリームが結構甘みあってすごく滑らかな黒ごまのクリームですね。うん、あ、美味しい。ラテにも合うんですね。初めてこのラテと合わせて飲みました、ごまを。黒ごまクリームラテと合わせて食べたいスイーツが黒ごまのテリーヌ。生クリームと一緒に、あ、すごいしっとりしてました。いただきます。うん、うん、美味しい。なんか粒を感じないぐらい本当に滑らかで、でチーズの味も結構あるんですよね。で甘くって、チーズケーキのテリーヌみたいな感じですね。でそこにちょっとこう黒ごまの風味が加わってる感じですね。あ、これ絶対この黒ごまラテと、うん、いい、合いますよ、抜群。これやってほしい、おすすめの組み合わせ。海外に来た気分で素敵なカフェ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。